にちは、さゆるさこころです。今回は自宅での練習方法を紹介していきたいと思います。はい、まず、まあ、あんまりね、こうそんな天井も高くないのでフルスイングの練習は難しいので、アプローチとかパターとか基本的にやってます。アプローチはこういうネットを使って穴がね3つあるので、この穴に1個ずつ入るように低いボール出してみたり深いボール出してみたりして練習しています。あとこの下にね引いてるのはねヨガマットなんですけど、結構振っても音を衝撃吸収してくれるので、割と下の肩とかにも迷惑かからないのでヨガマットを私は使ってます。あとパターは割とそんな長くないんですけど、2メーターぐらいですかね。2メーターぐらいのポン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 練習してます。早速紹介まだなんでやってみましょう。特殊なこういうね器具を使って練習しております。アプローチにこれがついてることによってこういうここにこれがこう当たるのがクラブの開閉運動が意識しやすいですね。でまず一番下の段からこのスタンスにして、今は真ん中に入りました。20球ぐらい真剣にやると結構いい練習になる。あ、これがプイップイッってやんないとダメですね。クラブの回転を使って甘い。ネットがあるんで、ね、しっかり打っても大丈夫です。インパクトの瞬間を考えれるし、アプローチの練習にもなります。パターに参りたいと思います。これ1メートルぐらいかね。おお、自動で出てくるんで便利です。取りに行かなくていいんで。あれ、なんか前より弾きが弱くなった。ライン通りにフェイスを頭をしっかり残して当たった。勢いがいいな。ちょっと距離を長めにしてみましょう。ライン通りに、あ、右行っちゃった。失敗。開き気味になる傾向が多いかも。完璧っす。パター完璧っす。さらに前傾をイメージするためにこれ痛いんですよね、靴ないと。はい、痛い。やっぱ痛い。体重が割と私後ろに行きやすいんで、これでちょっと前を親指とか母指球を感じるように、ね、この右足を踏ん張る練習です。これクラブ別々にこう持つことで左右のこの左のこういうテコの原理を感じやすいんで、こう離して素振りの時はね持ってこう短く。自然なこう来ることによって自然なローテーション。右足しっかり乗る。から、
ういうね、あ疲れた今のだけでも。でこれね、長いとあんま触れないんで、こういう時は短いこういうぐにゃぐにゃのね短いやつとかでこう前傾ボールに乗って布団の右のお尻左のお尻しっかり最後までフィニッシュ最後までこれで杖持ってしっかり最後まで素振り結構大事だなと体幹とか感じれる内ももに力を感じてこれだと自分がねいかにこう普段後ろに体重があるとか結構分かりやすいです。まあ家だと素振り結構できません短いんでダンナイスダンナイス。あともう一個これねゴルフの盾ごとマークさんのですね。これラジオでいただいたんですがこれもねかなりクラブがここにあると思って感じれるのでいいですよね。こう面を感じやすい重いのでしっかりこうクッとクッとクッとゴルフの盾ごともたまに使って練習しています。そんなこんなでいろいろあるんですがよくやるのは一番やるのはこのアプローチですね。アプローチが一番やっぱ私の今は大事かなと思います。アプローチと素振りパターは最近あんま正直やってないです。以上自宅からお届けしました三枝心の家でどうでしたか。まあねいろいろやってるんですけど家でできることもあるかなと思って少しずつちっちゃい動きですが地道にやってます。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。バイバーイ。皆さんこんにちは三枝心です。今日は YouTube のコメントに来ている投稿に返信じゃない質問にお答えしたいと思います。いくつかね選んで答えたいと思うのでその辺はご了承ください。今日一ショット直後にやらかしました点軽井沢セブンツーゴルフホール6から9に来ていたコメントについてお答えしたいと思います。ナイスプレーでした。なんとか80台をキープするところはなかなかしぶといですね。自分のプレーを解説しながらのゴルフ面白かったですよ。はい、いよいよ来週かな10月3日なのであと1週間後に迫りました。なんか結構最初ね一人でプレイするの大変だなとか面白い動画にあるのかなとかあったんですがすごく嬉しいコメントありがとうございます。本番は練習ラウンドより一打でもいいスコアで回れるように頑張りたいと思います。涼しくなるだけでスコア違ってきそうなラウンドでしたね。おお、確かにちょっとこう風が涼しくなるとそうですね体力が奪われなくなるので10月のラウンドはどうなんだろう。でも逆にニットとか着なきゃいけないんですかね。ちょっとその辺の服装もね考えて試合に臨みたいと思います。いつも楽しく拝見させていただいてます。一言意見を言えば心さん転轍的なスピンアウト系のスイングですね。いや転轍的って初めて聞きました。すごい難しい言葉ですね。右膝前体開きまくり腰開き振り遅れのスイングになってますよ。有名なコーチ習った方がいいかも。今スピンアウトも習っております。はい、まあいろんな直し方はあるみたいなんですが私の今こうね来て開きながら回転が先に行ってしまってねこう三角が全部潰れちゃうこと、これはですね
まあ、いろんな直し方があるんですが、まあ、やっております。まあ、インスタグラムなどにも書いてます。頑張って直しますので、そこも見守っていただけたら嬉しいです。パターがむちゃくちゃうまいですね。10月は芝の具合も地面の湿り具合もいい感じになって、もっと飛ぶんじゃないかな。ありがとうございます。正直一番構えて自信あるのがパターです。パターだけはその肩が開いたりとか大きな動きをしないんで、構えた時にあこの辺に手が入りそうとかちょっと思って自信があります。で10月ね、芝の具合も確かに天気がね最近いいんではないかと期待しております。頑張ります。以上、結構何個かお答えしましたが、軽井沢のこのね動画たくさんの方に見てもらえて嬉しかったです。また独り言動画もう少しこう練習して、皆さんに伝えれることとかいろんなことを学んで、また新たな三枝心として独り言動画撮りに行きたいと思いますので、その辺も楽しみにしててもらえたら嬉しいです。では以上、コメント返信でした。またたくさんのコメントお待ちしています。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。